11月1日、愛媛県庁で愛媛県版年賀はがきの贈呈式が行われました。愛媛県版の発行及び販売を記念しまして、2019年の年賀はがきにはみきゃんとしまなみ海道がデザインされています。本日司会を務めさせていただきます松崎と申します。贈呈式では日本郵便株式会社脇康史さんが愛媛県西本真紀文さんへ年賀はがきを手渡しました。やはりしまなみ海道はサイクリングの聖地として全国全世界的に有名ですし、みきゃん、それとこの頃ダークみきゃんの人気が高まってまいりまして、2つのキャラクターが全国的にすごい人気なんで、この年賀はがきをお使いになられて全国の皆さんに送っていただき、愛媛県を一人でも多くの方に知っていただき、そして一人でも多くの方がご来県していただくように販売いたしております。この年賀はがきは県内の郵便局やインターネットで販売されるということです。